はい、皆さん、毎度毎度。美容学校の先生を10年やって退職した人が現場経験がゼロでいきなりクイック系のサロンに入社してきた。はい、マダム先生、毎度ね。1週間で辞めてったそうです。1週間持ったんだ。美容学校で中でやってることはね、アマチュアの世界だからね。で、現場っていうのはプロの世界だからね。やっぱプロの世界でね、働いてないと現場は務まんないよね。現場は厳しかったようです。っていうか何もできなかったんでしょ？カットもさ、ワインディングも何もできなかったんでしょ。パーマなんか結局かけたこともないし、毛染めだって塗ったことねえから、結局何一つまともなことができない。美容師の10年人それぞれったってさ、そりゃ美容師じゃないよね。美容学校の先生は美容師じゃないよ。扱いはね、免許取っただけの人だと思った方がいいよね。でも女のさ、美容学校の先生だったらなんかできそうだけど、男だ美容師？美容学校の先生だと多分全く使えないんじゃない？何にもできないんじゃない？まあ特に美容学校の先生だとね、パーマのことなんか全く分かってないよね。だからパーマの科学的なことをさ、もう少し美容学生に教えればいいと思うんだよね。パーマ液っていうのは最大、まあ、20分以上置いてはいけない。まあ、それを教えるだけでね、非常に今後のパーマっていうのが変わると思うんだよね。さらにね、現場に出るとね、間違えたパーマの使い方をしている先輩がいるから注意しろと。パーマ巻き終わって1液つけてね、まあそこからね、15分、20分程度で2液つければいいのに、延々と置く人ね、1時間置いてもかからないから、もう何回も途中1液をかけてるやり方する人とか、遠赤外線で加熱する人とかね、まあそういうのは基本的に間違えていると。真似してはいけないと。パーマ液のね、化学変化をね、きっちりね、美容学生に教え込めばいいのよ。そういう間違えた先輩のやり方は真似するなと。まあこれは座学で教えられるよね。美容学校の先生が実際現場でできなくてもそのぐらいは言えるだろう、化学変化のことをね。だから現場を知らない美容学校の先生ってのはそういうことも何にも知らないんだよね。かかんなかったら延々と置けばかかるだろうぐらいに安直に思ってるっつうの。化学ね、物理をすっ飛ばしてね、なんだかわけわかんないことを教えてるってのが、まあ、美容学校の先生に多いんじゃないかなと思う。まあ、それとあとクラス同士のね、レベルの戦いね、うちのクラスのが成績が良かったとかね、合計点数が良かったとか、そういう戦いしか頭の中でいいんだよね、美容学校の先生、多分。どこの学校でもそうだけどね。まあ、美容学校の先生は国家試験のために育てる能力はあるかもしれないけど、まあ、現場に関してはね、ちょっと素人じゃないかなと思うけど、皆さんどう思うかね。はい、お疲れ様でした。